トヨタ新型アルファード2024年最新情報、10月一部改良詳細。2024年10月に予定されるアルファードの大幅改良、グレードとフェブの追加で魅力倍増、アルファード最新改良モデルの詳細と競合車比較、フェブと廉価グレードが市場に登場。今回は2024年10月に予定されているアルファードの一部改良についてご紹介します。今回の改良では新たに廉価モデルの X グレードと上級グレードにフェブプラグインハイブリッド車が設定される予定です。また標準装備やメーカーオプションの追加により商品の魅力が大幅に向上します。現行モデルの概要、現在販売されているアルファードの現行モデルは4代目として2023年6月21日に発売されました。アルファードにはガソリン 2.5 リットルエンジンと 2.5 リットルハイブリッド、ベルファイアには 2.5 リットルハイブリッドと 2.4 リットルターボのパワートレインが用意されています。車両本体価格は472万円から872万円と幅広い価格帯が設定されています。主な変更点予想、フェブモデルの追加。新たに追加されるフェブモデルは、ハリアーやラブ4と同様の大容量バッテリーを搭載し、EV 走行距離は約 80km を見込んでいます。エグゼクティブラウンジに設定され、価格は約1100万円になると予想されています。X グレードの追加。新たに追加される X グレードは、現行の福祉車両である G グレードよりも、さらに装備が簡略化されており、主に法人向け需要をターゲットとしています。このモデルは8人乗りでフルフラット仕様にも対応可能です。ホイールは18インチ、内装はブラックのファブリックシート、オーディオは 9.8 インチディスプレイと6スピーカーが装備される予定です。価格は420万円前後と予想されています。標準装備の追加、全周囲ドライブレコーダーが標準装備となり、さらに4万4000円相当のデジタルインナーミラーも標準化されると予想されています。これはユーザーにとって非常に嬉しい改善点です。メーカーオプションの追加、エグゼクティブにのみ標準装備だった JBL スピーカーがメーカーオプションとして設定され、Z グレードでも選択可能になります。また、14インチリアモニターも選択肢に加わり、ベルファイア Z プレミアには標準装備されると予想されています。外装エクステリアカラーの追加、新たに中国向けに設定されていたプレシャスメタルカラーがベルファイアにのみ追加される予定です。グレード価格予想。価格予想の前に値上げの根拠について説明します。アルファード Z グレードを基準に考えると、全周囲ドライブレコーダーとデジタルインナーミラーの標準装備化により約8万円の追加が見込まれます。2.5 リットルガソリンのグレード価格予想。新しい X グレードは420万円程度と予想されています。2.5 リットルハイブリッドのグレード価格予想。新しい X グレードは490万円。Z グレードは現行モデルより10万円増の630万円。エグゼクティブは同じく10万円増の860万円と予想されています。2.4 リットルターボのグレード価格予想。こちらはベルファイアのみの設定で、Z プレミアは現行モデルより35万円増の690万円と予想されています。2.5 リットル、フェブのグレード価格予想。新たに追加されるエグゼクティブフェブは価格が1100万円に達すると予想されています。エクステリアについて、アルファードには廉価グレードの追加が噂されています。ウインカーが片側2つのみ点灯するなど、細かい違いがあるようです。ヘッドライトもオートハイビーム機能が搭載される程度に止まると見られています。ベルファイアはグレードの追加がないため、大きな変更はないと思われます。ホイールについて、ホイールの仕様は大きな変更がないか、もしくは塗装色の変更程度にとどまると予想されています。サイズは17インチ、18インチ、19インチが設定されています。インテリアについても大きな変更はないと予想されています。14インチのナビは非常に大きく、後部座席に座る乗客にとって快適な移動が提供されるでしょう。車体サイズについて、フェブモデルのみ車体サイズが変化すると予想されています。全長 4950mm、全幅 1850mm、全高1935から1945mm、ホイールベース 3000mm となる見込みです。競合他社との比較、アルファードの改良モデルは多くの面で競合他社と比較されます。以下に競合モデルとの比較を示します。
トヨタハリアーフェブ、ハリアーフェブも 18.1kWh のバッテリーを搭載し、EV 走行距離はアルファードと同程度の約 80km です。しかし、ハリアーは SUV タイプであり、価格もアルファードよりも手頃な設定になっています。ハリアーフェブは500万円前後の価格帯で販売されており、アルファードフェブと比較して、よりスポーティでコンパクトな選択肢を提供します。トヨタラブ4フェブ、ラブ4フェブも同様に 18.1kWh のバッテリーを搭載し、EV 走行距離は約 80km です。価格はハリアーと同様に500万円前後で、アルファードフェブに比べてコストパフォーマンスが高い選択肢と言えます。また、ラブ4はオフロード性能にも優れており、多目的に使用できる点が強みです。日産エルグランド。日産エルグランドはアルファードの直接的な競合モデルであり、ミニバン市場で高い人気を誇ります。エルグランドは 3.5 リットル V6 エンジンを搭載し、価格帯は500万円から800万円程度です。エルグランドは豪華な内装と広い室内空間が特徴で、特にファミリー層に人気があります。アルファードと比較して、エルグランドは燃費性能では劣るものの、パワフルな走行性能と高級感が強みです。ホンダオデッセイ。ホンダオデッセイもアルファードの競合モデルとして挙げられます。オデッセイは 2.4 リットルハイブリッドエンジンを搭載し、価格帯は450万円から700万円程度です。オデッセイは低床設計により乗降がしやすく、広い室内空間を提供します。また、ホンダセンシングによる先進の安全機能が充実しており、ファミリー層にとって魅力的な選択肢です。2024年10月に予定されているアルファードの一部改良は多くの魅力的な変更点を含んでおり、競合他社と比較しても非常に優れた選択肢となります。特にフェブモデルの追加により環境性能と経済性が大幅に向上し、高級ミニバン市場での競争力がさらに強化されるでしょう。廉価グレードの X グレードも法人向け需要をターゲットにした魅力的な選択肢であり、アルファードの幅広い顧客層に対応できることが期待されます。このようにアルファードの一部改良モデルは多くのユーザーにとって魅力的な選択肢となることでしょう。アルファードの廉価グレードとフェブが登場することで、さらなる注目を集めることは間違いありません。特にフェブモデルの価格が1000万円を超えると予想されており、これは多くの人にとって大きな関心事となるでしょう。このように2024年10月に予定されているアルファードの一部改良は多くの魅力的な変更点を含んでいます。今後の発表を楽しみに待ちましょう。